はい今回は、ですねまたの政治という方についてちょっと考えていきたいと思います。この方、「ですね太陽にほえろ!」というのに出演しておりまして松田優作と共演しておりました。 非常にです、ねまああのまあ、ルックスがいいイケメンということであと、他にもあのまあ V シネマとかにまあ出ていたんですが、まあ、見てくれもあのいいし、まあ、演技もまあ上手な俳優さんなんですが、まあ、えそんな俳優さんが亡くなったんですが、まあ、ちょっとそこに不可解な点がありますのでそこら辺のことをまあ考えて検証していきたいと思いますので今回もえよろしくお願いいたします。 リスナー様、このまたの政治っていう方、ご存知でいらっしゃいますかね、太,太陽にホえろで、えー、まあ、有名かなっていう感じなんで、えーまあ、あと、まあちょっとね、まあ、マイナーって言ったら申し訳ないですが、V シネマとか、僕は結構 V シネマとか好きなんで、えー、まあ見てることがあるんですけれども、まあ,あの多くの方がまあご存知かなっていうのはね、この太陽にホえろで、 松田優作と共演した又野誠二という方ですが、まあ、仲良しなんですよね、この名前を聞かれると、又野誠二という名前を聞かれると、ちょっとあまりわからないのかなとかと思うんですが、太陽にほえろで、松田優作と共演して、まあ、ルックスも似ているイケメンということで、多くの方に支持されておりました、でこの松田優作と又の政治の関係なんですが、非常に2人ともまあ仲良しといいますか、 先輩後輩の関係にあたるんですが、えー、まあ仲良しで2人で飲みに行ったりとか、えー、でこの又政治っていう人が、ですねなかなかこう人気がまあ出ないときも、松田優作学がね、まあ、背中を押して、ああのまあ役者っていうのはまあ出ないときも、あのやり続けることがまあ大事なんだっていうような言葉をえまあかけていたっていう、えー、まあそういった話が今もねなお残っている、えー、まあすごくえまあいい方。えー、でこの 松田優作との関係も非常に良い方だったんですが、そのです、ね、又野誠二という方が43歳という若さで,です、ね、亡くなっているんですね、一体なぜなのかということ。そしてです、ねまあ、これっていうのは、まあ ここ最近の話でもありますが、自ら命を絶ったっていうことになってるんですが、それにちょっと疑わしきっていう部分がありますので、それをちょっと考えていただいきたいと思います、もちろんねはっきりとっていうのはわからないんで、まあ、何かを隠していることであれば、そう簡単にわからないですけれども、まあ、少なくとも何がおかしいのかっていう、そういうことまで考えていきます。 又野政治が亡くなったということなんですが、このの政治っという人はですねこの俳優とは別に、自分で A サインという飲食店を経営していた経営者だったんですね、この A サインという自分の店で首に布を巻いて倒れて亡くなっていた、自ら命を絶っていた、亡くなった理由、要因としては窒息死ということを言われているんですが、非常におかしな点、不可解な点を含んでおります。 報道ではですね、自ら命を絶ったということにはなっていますが、どうなのかというようなことに疑問が残るんで、それをちょっとここから考えていきたいと思います。このですね、たの政治という方が亡くなったことに関して、まあ、おかしいなと思う、違和感、不可解な点について考えていきます。もちろんはっきりとというのは分かりませんが、まあ、おかしいなと、まあ、違和感があるなと、まあ、理解がちょっと難しいなと思う確実な点がまずあるんですね。 まあ何かを隠しているのかもしれませんがすべてを隠せないですし、まあ、おかしいものをね、例えば何か気づくということも、まあ、これってのは必要なことだと思いますので考えていきますまたの政治っという方が、まあ、亡くなったんですがいろんなことが言われるんですが明確に3点絞り込んで考えていきますまたの政治っという方が亡くなった後にですね、まだ仕事がありました1つ目。 でまたの政治という方は、えー、子供がですね、えー、生まれた直後に、えー、亡くなっております。ま、え、た、ー、の政治はですね、えー、亡くなった時に遺書が、えー、ありませんでした。えー、この三点を、えー、考えていきます。 よくですね嘘の情報なのか、何なのか分かりませんが、またの政治という方がですね亡くなりました、自ら命を絶ったというふうに話を持っていこうとしているのか分かりませんが、仕事がなくて、その結果悩んでいて、もう生きていけないということで、これは亡くなったんじゃないかという話なんですが、おそらくこれというのはそういう方向に目を向けさせるための嘘の可能性があると僕は調べていて思いました。 マタノ政治は仕事がなくなって、えー、まあ仕事がなくなった結果悩んで自ら命を絶ったんだっていうふうに言うのかもしれないんですがよーく見るとおかしいんですねあの亡くなった後にですねコーストガード救急指令118という仕事が決まっていたということが分かってます亡くなった1ヶ月後にこのコーストガード救急指令118の打ち合わせが控えていたということなんで果たしてですね 1>, 1ヶ月後にこのような仕事の打ち合わせを控えている人がえ自ら命を絶つんでしょうか仕事がないと悩んでいたというのも非常に不可解な、えー、点であると、えーまあ、僕は思います、普通に考えれ普通にというか分かっている情報を考えれば、えー、そういう、まあ、あの変な、ね、偏見とかを捨てて、まあ、おかしいなと、えー、思うと、えー、いうことだと普通に考えられます。 続いてですね子どもの件について考えていきますが、またの政治っていうのは亡くなる2か月前にですね子ども、息子、ですね男の子が生まれてるんですね。 生まれて2か月の男の子、息子とです、ね、奥さんを残して自ら命を絶つんでしょうか、まあ、これってのもおかしいですね、これから奥さんと息子と楽しく家族で生きていく、まあ、いろんなことがある、まあね、うまく言えないですけど、胸膨らむ、そういう時期のはずであるんですが、そういった時に自ら命を絶つという、そういった道を選ぶんでしょうか、まあ、そうかもしれませんが。 子あこの,、えー、子供のことだけであればわ,くわ,わからないということですが、ほかに、ね、その亡くなった後に仕事がある、あとです、ね、もう一つあるんですが。 またの政治という方は自ら命を絶ったということになっているんですが遺書がないんですよね、自ら命を絶ったんでしたら遺書を残していてもおかしくないと思います、自ら命を絶つんで、それこそ奥さんと子供とかに対して遺書を残しているという人も全くおかしくないんですね、このようなことから考えますと、こう考えられます、またの政治という方は自ら命を絶ったというふうに言われていますが、実はまるされた可能性というのはあるのか。 っていうことです。自ら命を絶ったように見せかけて丸されたっていうような話ですね。うん。あのー。 有名な、ねえー、まあ法医学の、えー、まあ先生がおっしゃってますが、上野正彦という先生がおっしゃってますが、有名人、芸能人の9割は、ねえー、まあ自殺の見せかけて、実はまるされてるんだということをおっしゃってるんですよ、えー、例えばそのデータが本当である、僕はその上野正彦という先生の話は本当であると思ってるんで、えー、10人中9人がみ、ね、ずら命を絶ったように見せかけてまるされてるってのはば、9割ですから、えー、当然、例えばその確率の中に、この又の政治っていう方が入っていても、まあ、おかしくないなっていうことなんですね。うん で考えていきます、またの政治っていう方は、ですね自ら命を絶ってなく、丸された可能性があると、でこれ、よーく調べるとおかしいなんていうことが気づくんですよ、ここ最近ね、まあ、芸能人の方が、まあ、亡くなって、あの変な風な報道とかされていますが、まあ、昔からっていうかね、こういうことをしています、しかし、よく考えればおかしいということに気づくので、そのことを考えていきます。またの政治っていう方がですね亡くなった時きの状況についてなんですが、 長さ1 3 0ンチの、えー、布が、えー、柱について足に地面をついて首吊りしたっていうことが言われているんですが。 長さ1 3 0ンチの布が柱について足に地面をついて首吊りした、こういうことって実際できるんでしょうかね、僕、普通に思うんですけど、地面にこれって足がつくんじゃないかって思うんですよね、うん、つまり、このよう,な、えー、ような状況下において、自ら命を絶つっていうのは、えー、難しい状態であると思います、だつまりは別な風にして丸されていて、こういう風にうに、えーまあ、言われている、報道されている、そういった疑惑はないんでしょうか。 まあ、あの日本という国はですねここ最近もそうですがえ警察がですね自ら命をえ絶ちました、え自丸ということにえなりました自丸と判断した場合はえ事件性がないということでそれ以上調べないんですよ、そ,そういうまあ、えまああなんていうのかな法律っていうか決まりがあるんで、だから真実が何かということが全く追及されないんですよね、おかしいなぁと思ってもえ警察がえ自丸っていうことを言ってしまったら、まあ、それ以上はえまあ捜査がされないと。真実が明かされ ないっていう、えー、恐怖がありますでもし、えー、丸されたっていう話になれば犯人が誰かっていうことが、えー、問題になるんですがもちろんはっきりとっていうのはわからないし、えー、そもそもなぜ丸されたっていうことがわ、えー、からないんですね、うん、でまあ手がかりがないなとかっていうのは思うんですけどまあインターネットを調べて、えー、まあ、行きましたら <coughs> やはりあのこういったことをあの疑問に思う人が別に僕だけではまあないと 一体何かというと、えー、例えばね、このまあ、もちろんわからないですよ、で今から話す話っていうのは本当かどうかもわからないし、あくまで憶測の領域を超えないんで、えー、証拠とかっていうのはあるのか、証拠なんていうのはないです。 ただし、やはり、えー、思うんですね、この不可解な、えー、亡くなり方をしているということ、長さ130センチの布が柱について、足に地面をついて首つりしたっていう、まあ、この首つりっていうのもね、あのこれ自分、自ら命を絶って,て、自分で命を絶ったり見せかけて丸されてるってよく言われるんですが、おそらく僕もそうですが、他の人も目を,目をつけたのが、この警察の、えー、動きですね、別に警察がおかしいとか、そんなことを、えー、言うわけではないんですよ。 まああのまあ、名前は、ねえーまあ、出しませんが、某、えーまあ、日本の宗教、まあ、日本のというか、まあえー、某丸日の宗教のですね相対、えーまあ、革命というものが、えー、あるということが分かっておりまして。 これのその相対革命の裏側ということが言われているんですが、日本の警察、あるいは日本の司法、裁判所、そういったありとあらゆるところに、ですね、まあ、その丸々丸学会員を、ねまあ、配置することによって、例えばこういった、まあ、白いものを黒と言えるとかね、ね黒いものを白と言えるとか、そういったことをしているんじゃないかと、これがいわゆる相対革命の裏と言われているものなんですが、これにはまった場合は、ですね先ほどのもし、ですね丸された可能性があって これは、えー、そういうのは事件性はありませんからっていうようなことを言われたら、あもうそれ以上はね警察は調べないんでねで、その警察の中にそういった力、圧力が、えー、かかった場合は、事件性がなしということで終わるんですよ。でこの まあ知ってる方がいらっしゃるかもしれないですが、えー、この、えー、某ね、えー、まあ宗教の、えー、この相対革命っていうものは、えー、日本の中でですね、えー、もう何十年間という時間をかけてつく作られたということが分かってるんで、えー、まあ昔からね例えばその。 〇〇〇学会員をいろんなところに配置して例えば警察も,もちろん配置しているのが下ではないんで下っていうのはあの下っ端ではないんで上の方にそういった人間を配置しているっていうことであれば、えー、まあ言葉が悪いですが事件を消すこともできますし例えば先ほどの、えー、白いものを黒と言ったり黒いものを、えー、まあし白と言ったりそういったこともまあできると、まああのまあ、何かっていうのは分からないんですが例えば日本っていうのはね、えー、まあ他かの時に言ったこともありますが日本の戦後ですね、えー、まあアメリカに戦争の負け で日本っていうのはアメリカ,、えー、カ CIA に分からないように間接支配をされているということも言われているので、例えば CIA 傘下の人間が動き出したということになれ,なれば、日本の上に CIA がいるので。例えば 日本の警察がうまく機能できなかったりだったりとか、今回の話じゃないですが、この日本の上に丸日っていう日本人ではない人種もおりますので、そういった人間たちが配置されているってことも、丸日支配システムっていうそういうい概念がありますので、日本ではそういうことがなってるんじゃないかっていうのを言われてるので、その後相対革命の裏というのが出てきたりとかしてね、そういう話になったりしますと。 日本の警察がなかなか手出しができないと、警察内に例えばそういう息がかかってるとね、だから多分多くの方が思われるかもしれないんですが、これっていうのはおかしいなと、どう考えても自ら命を絶ってないんじゃないかっていうようなことを感じられることがあるのかもしれないんですが、そういった警察の中に事情が入りまして、事件が捜査できない、もちろんですね実際に本当にあの自ら命を絶ってる可能性はあるとは思うんですが、僕が調べた感じ、このま 他の政治っていう方はですね、自ら命を絶ったように見せかけて丸されたという可能性が高いんじゃないかと思います。誰がやったのかっていうのはわからないし、どういった目的でやったのかっていうのは分かりません。それっていうのは芸能界の闇であったり、有名な人が持っている理由があるのかもしれないんですが、さっきあの。 お話しさせていただいたのはこのおかしい点ね。うん。なくなった後に仕事があったにもかかわらず仕事がなくて困っていたっていう嘘とか、子供が生まれたばっかりで普通子供と嫁と頑張って生きていこうと思うのにそれで亡くなってるとか自ら命を絶ったっていう風になってるけど遺書がないとかそういったことから考えて丸された可能性が高いんじゃないかっていうことを僕は思います。またの政治という方のねご冥福をお祈りいたします。ということで今回のコンテンツここで終わりです。 失礼いたします。